アラマナ・マハルシの私は誰かを行いたいと思います。日本で出ているラマナ・マハルシの本あるいは翻訳はですね、間違いが数多く見られますし信用できませんので、僕の方で左の英語一応原文として僕たちが見ることができるものに、右の方に大訳を付すという形に仕上げて、その下のフィールド小さいですけれども多少の参考ヒントになるようなことを書いておきましたので、これを元にさらに解説を加えていきたいと思います。この私は誰かと、それから自己の探求、セルフインクワイアリー、アートマ・ビチャラのことですが、セルフインクワイアリーというのはラマナ・マハルシが非常に若かった頃に愚道者たちの質問に答えたものですので、その後成熟してからあっさりと答えるような内容と違って、質問者のレベルに合わせてかなり詳しく応答してるんですね。そういう意味では非常に貴重な資料かと思いますね。で、私は誰か、これはタミル語ではナンヤールって言うそうです。左のフーアマーの下に括弧してナンヤールって書いてありますがね。サンスクリットじゃなくタミル語で、もともとは残っていて、それがまたサンスクリットにも翻訳されたりとか、ラマナ・マハルシの語録の場合には、あれこれに翻訳されています。その他のいくつかのインドの言葉にも訳されていますが、僕たちにとって転居になるのは英語の文献ですので、ラマナ・マハルシがですね、タミル語でどう語ったかというのをインド人たちも全般的に勉強するときには英語版とかも使ってるわけです。タミル人たちはタミル語を読みますしね。それからサンスクリットを好きな人たち、学者タイプの人たちはもしサンスクリットに訳されているものがある場合にはそういうのも使いますし、しかし、全世界的に共通しているのは英語に翻訳されてラマナ・マハルシが生きている間に目を通した英語のテキストなんですね。マハルシがこれでいいだろうって認めておいたような英訳っていうものがありますので、それを僕たちは取り上げるわけなんですね。その英語からしてこの英訳の背後の単語はね、こうであったろうっていうようなところまで詮索しなきゃないときには、僕の方で翻訳の方にですね、サンスクリットでそれを組み込んでいってますので、それでラマナ・マハルシが言いたかったことなどを英語からだけじゃなく、インド哲学に基づいた用語として把握できるように工夫はしてあります。そうしたなら、最初の私は誰かの右の日本語訳をご覧ください。英語講読していきますと、これはいくら時間があっても足りませんので、英語勉強したい方は左の方をね、ご自分で見ていってください。この講習会では日本語、マハルシが言っていたことの内容を理解するというふうにしていきたいと思います。すべての生き物はいつも幸福であることを願い、不幸を望まない。誰の場合にも自己への無常の愛が認められる。そして、幸福への願いだけがその愛の原因である。だから、各自の本性であり、心のない熟民の中で経験される、幸福を手に入れるために、人は自己、セルフ、自己の正体を知らなければいけない。ということで、下の解説をご覧ください。生存と諸活動の目的は、幸福である。生存ということは、僕たち一人一人がこの世に生存していること。皆さんが今生きていることね。それからいろいろな活動をしますでしょ。その目的は幸福である。と政権型は言われるわけなんですね。ということは、生存していて、皆さんがいろいろな活動をするときに幸福でないとしたなら、その生き方とか活動の仕方が間違っているっていうことですね。であるならって、これは仮定形で書いてありますが、仮定形じゃなく、そうだって、もし皆さんが思えないならば、これは、これ以降のお話は無意味になるっていうことですね。で、皆さんは幸福と不幸どちらを望みますかって聞かれたなら、おそらく例外なくね、幸福を望みますって言うだろうと思うんですよ。不幸を望みますって、生きている人はまずいないんですね。そう言ってもね、本当は幸福を願ってるんだと思うんですよ。そういう人たちでもね。幸福になりたいから食べたり飲んだり出したり、
あるいは寝たり、セックスしたり、子供を作ったり、いろんなことをしてきたんですね。ところが、活動、そこに書いてあります。諸活動ってありますので、いろいろな活動の仕方が間違っていると、幸福を願ってあれこれしたはずなのに、結果として不幸を呼び起こしてしまった。不幸を招くようなことになってしまった。となってしまうわけなんですね。ですから、いろいろな活動をするときに、自分は幸福になれるようにっていう活動の仕方をしないといけないっていうことですね。そこに気づきっていうものが必要なんですよ。皆さんコンピューター扱うときにヘルプ見ないで勝手にやるから不幸なコンピューターの使い方やるでしょ。どうぞ幸福に使ってくださいねって、どんなコンピューターにもヘルプさんがいるわけですよ。どんなアプリケーションにもね、ヘルプってついてるんです。そのヘルプを十分に活用すると幸福な使い方。例えば、Outlook Express でもね、メーラー、幸福なメーラーの使い方、幸福なブラウザーの使い方、幸福なハイパーカードなんて、ものすごく詳しいヘルプスタックやヘルプエクストラスってついてますでしょ、最初から、製品版に。でも、幸福になるための素材ですよってメーカーたちがくれてるのに、皆さん利用しないんですね。それで不幸なんですね。生きる上で、ちゃんと鼻の穴二つ普通開いてて、はい、そこから息吸って出せるようにって、ちゃんと幸福に生きていけるように設計してくださってる方がおられるわけですね。でも、鼻から吸わないで、口から息吸って、口から息吐いて、何十年も気づかないで生きてきて、で、やっと、ヨーガとか、仏道修行でね、アーナーパーの先などと出会って、息は鼻から吸って、鼻から吐いて、吸っている時には吸っていると気づき、吐いている時には吐いていると気づくのですよ。そうしていけば幸福になりますよ、なんて、人生の終わりの頃になって、やっと教えてもらえるでしょ。これは不幸ですね。諸活動の仕方が不幸なんですね。そうすると、普通の親っていうのは子供が幸福に生存と諸活動をするための知恵を授けてないっていうことですね。なぜなら親もそういうことを教えてもらわなかったからなんですね。それで僕は人類っていうのはあんまり賢くないんじゃないかなってしょっちゅう言うわけなんですね。そうしたならそこに戻りまして、生存と諸活動の目的は幸福であるなら、幸福な状態を妨げるのは何でしょう。いつでもね、目的があって、目的が達成できないときには、その目的を妨げているのは何かって考える癖をつけてください。コンピューターを使うことがね、なぜうまくいかないのか、障害は何なのか、あ、勉強してないから、これは 100% 確実だろうと思うんですがね。そしたら、勉強すべきことを自分でね、探せばいいわけです。探すっていうのはコンピューターのヘルプにあるわけです。アプリケーションのヘルプとか。あるいはマニュアルついてたらマニュアルにも書いてあるわけです。こうしたら幸福になれますよってちゃんと書いてくれてるわけですね。で、ヨーガでしたらヨーガスータラとかバガバドギータありますしね。クリスチャンたちでしたらバイブルちゃんと持ってますし、仏教徒でしたら膨大な仏典持ってますしね。それらに幸福になるためのいろんなことが書いてあるわけなんです。まず知らないということ。知っても理解しない。きちんと理解しないということ。理解してもやらない。これでは幸福になれないわけですね。幸福な状態を妨げるのは何でしょう。それは私です。なんか昔ね、それは私ですとかいう番組あったかもしれませんが。私っていうのは自分っていう意味ですね、ここでは。妨げるのは何なんでしょう。ヘルプを利用しない私です。で、そういうことですね。では、その私とは、それに応えた最高の教えが以下の問答に示されているアートナビチャラ。私の思いの出所の探求です。Who am I でも、それから、これ終わったらやる予定のね、セルフインクワイアリーでも、ラマのマハリシの教えはもう守備一貫しています。アートマ・ヴィチャラなんですね。私の思いの出所の探求です。以下の質問は1902年頃、今2001年ですから99年前ですね、シヴァ・プラカーシャ・ピルアイという人によってなされ、これはラマナ・マハルシの写真集をお持ちの方は出てますから探してみてください。マウナ、沈黙を守っていたラマナは、ラマナ・マハルシは3年間ぐらいでしたかね、ほとんど喋らなかったんですね。沈黙を守っていましたので、ラマナ・マハルシを見つけた愚道者たちはね、紙に書いて、あるいは地面にとか砂に書いてね、質問したんです。で、マウナ行者っていうのは、口は開きませんが、質問は受け付けるんです。
例えばバーバーハリダーサ、アメリカに渡ったバーバーハリダーサみたいに質問されたなら小さなボードに答えを書いて教えてくれたりって、マウナっていうのは人と交流しないっていう意味じゃありませんので勘違いしないでください。自分からは喋らないけれども聞かれたならそれにね、何らかの方法で答えるんですね。ラマナ・マハリシが筆記で答えました。筆記って言っても必ずしもね、紙に鉛筆で書いたとかじゃなく地面に書いてあげたりとか、その場その場に応じて答えを出したのを、それを覚えていたその愚弄者が自分の日記に書いたり、あるいは紙切れに書いたりして、それが残ってきていずれ編集されて僕たちが見ることができるような本という形になったんですね。最初からきちんとした綺麗な文章ということではないんですね。昔のことですからね。もともとは13の質疑応答がタミル語でなされて、それで1923年にピッラによって出版されたものが、現在では計28の英訳問答集として流布しています。質問して、それに答えてもらったのを自分のノートや日記に写しておいて、まとめておいて、そうしてそれをラマナ・マハルシの許可を得てですね、このような形で出していいかって聞いて、そして出して、そして長い文章はいくつかのテーマに分けられて、最初の13の質疑応答が、後には28の質疑応答集に編集されて、流布されている。それを僕たちがここに使ってるわけなんですね。その序文みたいにして、この全ての生き物はいつも幸福であることを願いて、ラマナ・マハリシが教えたことのエッセンスをですね、このような形で編集者が仕上げたっていうようなことです。Thank you.
ここらが本番で質問に対してラマナ・マハルシの答えがあるというふうになっているわけなんですね。私は誰かという見出しがついていますが、ここからはちょっと専門的な用語とかも出てきますが、それはどうしてそういう専門的な用語が出てくるのかっていうのは、質問者がですね、ヨーガの経典とか、あるいはインドであれこれ流布している医学の経典とか、そういうものを読んでていろんな知識を持っている人が質問をしたので、それに対してマハルシが答えてるから、ラマナ・マハルシが自ら好んで使った用語だけではないわけなんです。質問されたならそれに対して答えるっていうのがラマナ・マハルシの、あるいはその他の聖賢のやり方ですから、それに関して相手が理解できるように、その質問に出てくる用語の解説なども当然出てきますので、それで、例えばダートとかね、出てくるわけなんですね。7つのダート。ダートっていうのはサンスクリット語で構成要素っていう意味ですが、インド医学としてはね、カッコナに書いてありますように、7つのダートって言ったら、皮膚、血液、筋肉、腱、骨、骨髄、体液を指すということになってるんですね。からなるこの粗雑な身体。この粗雑な身体っていうのは我々が普通言う肉体っていうことですね。私はそれではない。この場合の私っていうのは私の本性はっていう意味ですね。まあ普通は私はそれだと思うでしょ。この体、これが私だって思ってるんですね。皆さん死ぬ時になったら、死ぬ時になったらっていうよりもうちょっとで死ぬってなったら、私は死ぬっていう時には大体この肉体が死ぬって考えるだろうと思うんですよ。その肉体はどういうものかっていうので医学体系によってですね、7つのダートに分けたりですね、神経組織やなんやらって解剖学的に見れば7つどころか700に分けたり7000に分けたりって、もうあるいは遺伝子レベルで言うと何万とかね、一たる遺伝子は症状倍の2倍ぐらいしかないそうだとか、それでも4万ぐらいとかとか言ってるでしょ。それは数え方によってっていうことですね。でこの体が私だろうか、普通は入ってそう思ってるんですね。ラマナ・マハルシは自分が肉体主体験をしてますので、その体ではないとこう明言してるわけです。これは自分の体験から言ってますんで、その他の聖賢方とかあるいはそれに次ぐような人たちがね、恩の知識から言ってるのとは違うんです。ラマナ・マハルシは自分の体験から直接体験ね、直接体験からそう言ってるんですね。5つの感覚器官である聴覚、触覚、視覚、味覚、嗅覚器官は、それぞれの対象である、その後は、証拠未足と呼んでいけばいいんですが、一般向けに音声。音声は最初の聴覚に対してですね。触覚に対しては感触ですね。視覚に対しては、色、形、色、形。味覚に対しては味。嗅覚器官に対しては香り。を感知するけれども、私はそれらではない。ではない。って否定形が出てますね。体とか感覚器官とか感覚器官が捉える対象。それらではない。って言ってるわけです。では何なのか。そのテーマが深められていくわけですが、5つの能動作用の器官である発声。これは声、喉、口とかですね。移動するのは足ですね、主にね。で、把握っていうのは手ですね。排泄。これは排泄器官ですね。排泄と生殖器官は、それぞれに話すこと、移動すること、手で把握すること、掴むことね。排泄すること、セックスを楽しむことの機能を持つが、私はそれらではない。まあ、体の感覚器官とか運動器官のことを指して、私の本性はそれらではない。ただこれらは私の属性ではありますね。皆さんに以上述べたことすべて関係ありますんでね。で、ラマナ・マハルシが私は誰かって言ってるときに私の属性を言ってるのではありません。私の本性のことを問題にしていることをいつでも念頭に置いておかないと、うっかりするとわかんなくなりますよ。普通の人は属性を私だと思ってるんですね。場合によっては地位名声まで私のものだと思ってそれが奪われそうになると自殺する人がいるでしょ。私はもう終わりだなって、私の地位名声が失われたら私は終わりだっていうのは、私イコール地位名声と
いう等式を成り立たせているわけです、頭の中でね。だから皆さんがご自分の頭の中でね、私イコール等式記号ってあるでしょ。何々、その後の何々っていうところが問題なんですよ。何々に、おそらくね、皆さんは属性を置いてると思うんです。体とかね、まあ、感覚器官、運動器官を含む体。それから家族とか、家とか、地位、名声とか。それら、ラマナ・マハラシが私ではないって言っているもののあれこれをね、たくさん私イコール何々ってやってると思うんですね。それでラマナ・マハラシっていうのは普通の人にわかりにくいんですね。一般の人たちが私はこれこれだと思ってるものを全部否定してしまうもんですから、なかなか近づきがたいわけですね。そういう目に見えるものだけじゃなく、今度はもうちょっと洋画的に、5つの性器であるプラーナなどは、それぞれ吸気などの働きをするけれども、それらは私ではない。今度は、性器あるいはプラーナというのは目では見えない気と言ってもいいですが、私はそれでもない。トラマナ・マハリシはプラーナをも否定しているわけなんですね。ある意味では、ある言い方をすれば、プラーナをもってその上の構成要素が作られているわけですね。すべてはプラーナでできているわけなんです。まあ、それらではないっていうんですね。考える心でさえ私ではない。私は体でも心でもないってラマナ・マハリシは言ってるわけなんですね。考え事をする自分。それは私の属性であって私の本性ではないっていうことですよ。対象の残存印象だけが保持されていて、そこに対象も対象に作用する機能もない無知、チッタ大発色もまた私ではない。じゃあ、大発色、輪廻転生するという異熟式とも言われる記憶の相対。それが私かっていうと、それもまた私ではない。と、すべて一般の人が私のものであると思っているものをここで否定しているわけなんですね。まあ、質問者はおそらくね、ラマナ・マハラシのところに来たピルライさんは、頭ではあれこれ分かってても、やはり私は上から見ますと粗雑な体であり、この感覚器官であり、運動器官であり、それからそれを構成しているプラーナであり、そして考え事をする私、それから考え事の元になっている記憶、これが私であり。でも、聖剣型はそれらは私ではないと言うけれども、どうしてそうなのでしょう。では一体私は誰なのでしょう。私とは何なのでしょう。と聞きに行ったわけなんですね。まあ皆さんにとっても、これは私ですか、これは私ですかって聞きたいようなものばっかしだと思いますけれども、以上、この一番にまず出てきたことは、すべて属性であるっていうこと、忘れないでください。本性ではなく属性であること。本性っていうのは仏教の方では自己の正体とも言います。そうすると正体じゃないものを私だと思ってるっていうことですね。例えば、仮面をつけた役者さんを想像してみてください。役者さんの正体って言ったら、舞台を降りたその時の本人さんでしょ。舞台の上ではいろんな役するでしょ。芝居の内容が変わればね、いろんな役、善玉から悪玉から、一年を通せばいろんなことをやるのが役者さんたちですから、あるいは俳優たちでもね。テレビの前で喋っているとか歌っているとかっていうのは、それは役者あるいはタレントとしての姿で、家で、まあ、結婚してればね、子供や奥さんとご飯食べている時のその役者さんとはまた別なわけですね。家に帰ってまでずっと役者のふりしているあの役者っていませんのでね。そうすると、役者のことを考えると、舞台に上がっていない時のがその人の正体で、舞台に上がっている時には正体ではない、単なる役者だっていうことですね。で、ラマナ・マハラシから見たら、僕たちが体を自分だと思ったりね、あれこれ考えたり、私の考えではとか、私はこういうものでとか名詞を差し出したりとかいうのは、それは命の正体を表しているのではないっていうことです。自己の正体あるいは命の正体。それはみんな仮想しているあなたに過ぎないっていうことですね。だから私は何の誰それですっていう名前、親から付けてもらった名前とかね、私は男でございまして、私は女でございましてっていう男性人間、女性人間とか、それは自己の正体、命の正体ではないってマハルシ言ってるわけです。それはセルフではないっていうことです。セルフの属性だっていうことですね。
まず一番で確認してほしいのは、属性と本性っていうことです。あるいは命の正体と正体じゃない仮面、命の素顔って僕は言いましたが、仮面をかぶった私ね。仮面がペルソナっていうんです。ラテン語でね。で、それが英語になってパーソンで、それが人って表すようになったんです。ですから人はみんな仮面をかぶって生きてるんですよ。仮面をかぶってない命の素顔で生きてるのは、ラマナ・マハルシたちみたいに下脱した人たちだけなんですよ。まあ仮面も一つだけじゃないから、ね。いろんなバックグラウンドあって、会社に行けば会社人間ね。カラオケバーに行けばカラオケ人間だし、家に戻ってくればお父さんであり、あるいは夫であり、あるいは、他に付き合っている男性、女性とかいればね。まあ不倫の私というのもそこにあるでしょう。いろんなものがあるとしたら、それは全て属性なんですね。その属性じゃない旅をするのがアートマ・ヴィチャーラですので、いろんな属性は捨てていかなければいけない。捨てるっていうのは、物も捨てるんだけど、心において捨てなきゃいけないんですね。物捨てたって皆さん、ラブレターやアルバム捨てたってね、その内容を心で必死と抱きしめていたなら、それは属性が属性をがっちり抱きしめているだけで、本性になることはないわけなんですね。一番の問題はね、実家っていうのは心の中の手放しできない状態なんですね。私は卒業しましたって皆さんいろんなことを卒業したように考えてるかもしれないけども、卒業できていないのは記憶に対する執着ですんでね。だから初恋の思い出って誰でも持ってると思いますが、単に記憶に対する愛着なんですね。皆さんの初恋の相手今死んでるかもしれないし、生きてたとしたら会ってもね、心ときめかないですよ。お互いに顔を背けたくなるような存在なのかもしれないしね。それらは全て属性なんですよ。属性が属性に恋をしたり、嫌をしたりして殺人事件が起きたり、いろんな色恋沙汰が起きたりって、そういうことなんですね。そういうのを名門の世界、マーヤの世界というわけです。私がこれらのもののどれでもないなら、これらのものっていうのは一番で出てきた体とか感覚器官とかね、運動器官、性器、心などですね。それらのいずれでもないなら、私は誰でしょうか。
これはもっとも質問のように思いますね。一般の大人の人にあなたはそれではなくこれではなくって言っていったら、じゃあ私は誰でしょうかということになりますね。英語ちょっとだけ見てください。2行目ね。 Then、 そういうことであるならば、 Who am I、 私は誰でしょうということですね。 Who am I、 何やる、私は誰なのかということですね。そうしたらラマナ・マハリシが次のように答えたわけですね。今説明したことのすべてをこれではない、サンスクリット語ではネーティ、これではないネーティと否定し去った後に、ただ一つ残る、格のところ何かでいいんですよ、ただ一つ残るものでもいいんですよ、それが私であるっていうんですね。ここで使われている格なんですが、awareness と A が大文字になった英語になっていますね。awareness っていうのは気づき、気づくことですね。気づき意識と言ってもいいでしょう。その他によく使われる英語では consciousness というのもあります。サンスクリットとしてはここではね、jñāpti あるいは jñāpti と出てますが、もっと一般的な用語では cit の chit ですね。サプチット、アーナンダのチットね。ここではニアプティと出ています。アウェアネス。まあ、覚醒式というようなものですね。命の本性と一体になった時の式。まあ、僕らが使っている仏教用語では、有意識というのと同義語です。それが私である。そうすると、私という本性ね、から属性という心が生まれて、心が感覚器官やら運動器官やら体の方に流れていって体を動かしていると、こういうことになりますね。ですから逆に辿っていく旅をしないといけないっていうことですね。私の正体はどれなのかって、まあ仮面を例えば5つぐらい、ひょっとこやらおたふくやら5枚ぐらい仮面つけている人がね、私は誰なのでしょうってラマナ・マハリシに聞きに行ったとするでしょ。とマハリシがまず、そのひょっとこ仮面を取ってくださいとこういうわけです。取ると今度オタフク仮面みたいなのが出てくるでしょ。それも取ってくださいって。で、一枚一枚取っていって、素顔が出てきたとしますでしょ。それがあなたの素顔なんですよって。まあ、こういうふうにね、つけているもの、身にまとっているもの、あるいは心でつけているものっていうのは考え事ですが、それを一つ一つ、ネーティ、ネーティ。これは、何々でないっていう意味ですね。あらずあらず、とかも言われます。ベーダンタ勉強した人たちは、非、非であらずあらずとかってね、沢田先生も言ってましたが、聞いたことがあるでしょう。not this です。左の英語を見ますと、not this。これではないって意味ですね。it っていうのは this ね。ne の ne は na で、な。で、it と結びついて、あと、いが結びついて、ne ってなってるだけです。サンディでね。連乗法でネーティってなってるだけで、not this ですから、これではないって意味ですね。体、これではない。感覚器官、これではない。運動器官、それでもないって、一つ一つね、取り去っていく。そうすると最後にたった一つだけ残るものがある。それがラマナ・マハルシが体験した肉体死体験。皆さん、日本語で読みましたでしょ。肉体って言っても、感覚器官も運動器官もラマナ・マハルシの粗雑体と一緒にありましたでしょ。で、考え事も病んで、息も病んで、最後にたった一つだけ残るものがある。それをジニアプティとここでは言ってるわけです。核。核性式。で、その後に出てきます、アートマンっていうのと同義ですね。有意識、全体、宇宙生命、私など、僕らが使っています用語を並べておきましたが、別に名前は何でも結構なんですね。それと一体になるのが、用が合一っていう意味です。何と合一するのかっていうのが問題ですね。私が男性女性と合一する、それが結婚ですよ普通ね。第二の結婚、霊的な結婚は何かって言ったら、このジニアプティ、アートマンと一つになるために、ウパニシャドとか読みますと、イヤジニア・ヴァルキアと妻との対話などでね、大体の意訳で言いますと、結婚するというのは男が女と女が男と出会うのではなく、あなたの中にあるアートマンのゆえ、私はあなたを愛すのです。あなたが私を愛してくれるのは、私という男性とか女性ではなく、私の中にある
アートマンという正体のゆえにあなたは私を愛するのです。つまり結婚っていうのはアートマンの確認、あるいはアートマンとアートマンと別れてしまったように思われているものが再び合一する。そのために結婚するのですよ。ですから結婚っていうのは本来は霊的な意味があるんですね。でもそれはほとんど失われてしまって男が女を、女が男を求めて、また誰かな男や女の子供を産んで、その誰か息子、誰か娘がまた男、女を探してて、こういうことをやるわけですね。ですから、霊的な結婚というのは、この自らのうちにある純薬というのを発見、アートマンの発見なんですね。それがヨーガ、スートラで言われている、自分意識の発見と解消することが、このアートマンとの結婚なんですね。属性を捨てることが、アートマンと結婚することになるわけなんですね。属性をどれだけ捨てられるか、ね、なんか獲得するんじゃなくて、どれだけ皆さん捨てられるかにかかってるんですよって僕、しばしば言いますでしょ。属性をどれぐらい捨てられるかによって、ヨガの修行が深まるんですよ。雲がどれだけ晴れていくかによって太陽が出てくるかどうかっていうことでしょ。太陽はそこにあるんですよ。外ご覧なさい、曇ってきてるからね。太陽見えないでしょ。でも太陽は三千と輝いてるんですよ。雲が出てきただけですよ。そうすると、ネーティネーティの対象は、体、感覚、器官などあるけれども、ヨガをしている人、修行している人、そして瞑想を深めていこうとしている人にとっては、not this, not this の内容は、not this thinking ですよ。考え。この考えではない。また出てくる。この考えでもない。考え事が対象だってわかります。だから手放すんです。拡束するんです。追いかけるんじゃないんです。よろしいでしょうか？下の解説をご覧ください。心身を粗雑な次元から精妙な次元へと向かって、心身、身と心ね、肉体と精神ですけれども、ヨーガでもアーナーパーナサティのような仏道修行でもね、粗雑な次元から精妙な次元へ向かう。これはどんな宗教の行法でも説明されていることです。へと向かって、ウコン人、これは肉体ですね。五根、これは五つの感覚器官。前五式、これは視聴覚などの感覚神経です。そして第六式、判断脳ね。第七式、私がという思いが全ての第八式の記憶にこびりついているわけですから、そのようにウコン人から第八式の方に向かっていって、一つ一つの属性をこれではない、ネーティ、not this、とシャリ。して離れていく。シャリしていった後に残る唯一のもの。それがあなたって僕、カタカナで書いたらなんか普通とは違う意味があるわけです。私、アートマン、アイアイ、有意識全体宇宙生命、わ、た、し。自他が離れているのではなく、愛はした状態であると、その具現者、具現者っていうのは、ジニャプティと一体になったお方であるラマナ・マハロシは答えたのです。ということなんですが、言われてる方はなかなか、まあ、わからないわけですね。だいたい質問するっていうのは頭で考えてるわけですから、思いを手放してるんじゃなく、私は誰でしょうって質問してるっていうのは考え事を追いかけてるわけでしょ。ですから、質疑応答によっては究極的にはね、解決できないんです。質問するっていうのは、その答えをもらったらそれを実践するために質問して、まあ、例えば山登り考えてください。地図を見ながら行って、ずっと高い方に登っていくけども迷ってしまう。そうすると、まあ一緒についてくれてきているシェルパみたいな人に、地図でこうなってて今私はここにいるようなんですがどうも迷ったみたいなので、正しい道を行くにはどうしたらいいでしょうっていうと、地図も道もどっちもね、きちんと知っているシェルパ、マスターみたいな人がですね、あなたはここで右に行くところ左に行ったから元に戻って、こっからもう一度右に行ってごらんなさい。そしたら目的地まで行きますからとかって。まあ教えてくれる人がいるわけですね。まあそういう旅をすればいいんですが、そういう旅をする気がなければそれはしょうがないことでして、頂上に登るのが目的じゃなく、その辺にいる動物、植物の生態調べたりとかね、あるいはどっか平らなところにつけて別荘を建てらんないかしらとか、余計なこと考え始めたらですね、それはアートマビシャラの旅にはならないわけです。どこまでもどこまでも、あれやこれやの誘惑を振り捨てて、究極のゴールに向かわないといけないわけなんですね。それが、ウコン人から第八式に向かっての旅でして、そのウコン人の外にあるもの、地位名声とか、あるいは、
他の男女とかね、自分の右近人から外の世界に目を向けちゃったら、それはもう反対の方向に向かってるわけですから、旅にならないわけなんですね。全然違うことやってるわけですからね、修行にはならないんですね。この右近人と共にある心がですね、右近人を通じてどれほど外の世界の対象に惹かれてしまっているか、まあ、そういう状態で皆さんラマナ・マハルシの教えと取り組んでもね、これはあんまり実りがないわけです。ですから右近人、せめて右近人内にとどまって、肉体から外の世界に対する欲望などに対してはもう全部諦めないといけない、それが出世間の覚悟ですよ。世間に出ることをやめることを覚悟しないと、覚悟っていうのは決意しないといけないんですね。世間を出るっていうのは内に引きこもるリトリートですよ。このただ一つの頃書くジュニアクティのところは別に名前は覚えなくていいんですよ。いろんな風に言われてますから、神と言ってもいいんだし、アートマンと言ってもいいんだし、ブラフマンと言ってもいいんだし、なんと言おうと名前ですから、中身だけが問題ですので、そこに近づけば近づくほど、アーナンダ、歓喜に近づくっていうことですね。ですから瞑想の修行をすればするほど、至福あるいは歓喜に包まれるっていうことなので、もしヨーガの修行をやっていてそうならないっていうのはやり方間違ってるんですね。その他のものに価値観を置いてるっていうことです。で、僕聞くわけです。あなたは何に価値観を置いてるんですかって聞くわけ。
人やつぴ書くって言われたもんですから、質問者はですね、ピルライさんは、各人やつぴアウェアネス覚醒式の本性は何でしょうかって、これは体験したことがない方が聞くわけですから、もっともですね、マハルシが肉体視体験をして、あの全てが出てくる源泉って言っても、それを体験したことがなければですね、その源泉ってどんなもんですかって、まあこう聞きたくなりますでしょ。皆さんでもヨガ始めた頃はおそらく下脱するとどうなるんですかとか、下脱って何ですかとかって一生懸命聞きたかったんじゃないかと思うんですよ、おそらくね。まあこれは当然な質問でしょう。で、ラマナ・マハリシの答えは非常に短いですね。各ユニアプティ・アウェアネス覚醒式の本性は実在サト、色チット、至福アーナンダであるって、これは言われた方が全然わかりませんね。昔からサットチットアーナンダって言われているけれどもね。それで解説をご覧ください。I am that I am って出ていますが、私は実在するというものである。これはね、いろんな読み方があって難しいんですがね、これはね。I am っていうのは問題ないですね。私は何々である。例えば、I am の後に皆さん名前置いてください。名字。I am 野村とか、I am 水田とかね。ちょっと私は野村です。私は水田ですっていう意味になるでしょ。あれは中学英語で、I am a boy とか、I am a girl とか変な英語習ったでしょ。私は何々であるっていうのね。そうすると、ここで問題なのは、that 以下ですね。その後の I am、これが難しいんですね。でそこ大文字で書く場合もありますけども、その次の I am は私は何々であるっていう意味ではないんです。私は何々であるっていうのは最初の I am です。ここの太文字のね、五畜体の I am は I、私は、am っていうのは存在する、実在するっていう意味です。私は実在する。am の元の形、不定形は b 動詞ですね、b。b には存在するって意味があるんです。これは英和辞典引いてご覧になってください。b でね。存在するという意味が出てますから。2番目の I am は私は存在するというものである。私は実在するというものである。ということですね。これは当たり前のように思うかもしれませんが、皆さん、ここには非常に深い意味があって、なかなか簡単には理解できないようなことなんですけどもね。皆さん、自分はあると思ってるでしょう。存在していると。今日どっからか、どこからかって皆さんの家からやってきたでしょ。そして皆さんは、ちょっと前までは他の場所、電車とかね、タクシーの中で存在してたわけですが、今ここ、みなべ川村の修行道場で存在してるわけです。皆さんが私は存在しているっていう時にね、時間と空間を考えると思うんですよ、おそらく。今は2時間前とは違う時間帯。それから、ここ、みなべ川村は、例えば皆さんが朝家出る前とは違う場所でしょ。そうすると時間と空間が違うと皆さんが存在している場が違ってきますね。で、時間と空間を考えるときに皆さんが考えているのは体なんですよね。体が移動してきたでしょ。だから、太文字で書いてある I am、私は実在するっていうところをね、ラマナ・マハルシが言っているのは別の意味なんですが、僕たちはね、往々にして I am、私は実在するとそこまで分かったにしても、この体がってやっぱり属性のこと考えてるんですね。そこでもう分かんなくなっちゃうんです。ラマナ・マハルシが太文字で I am って言ったのは違う意味なんです。時間とか空間に縛られない究極の全体生命としての実在のこと言ってますので、皆さんがね、私は存在する。家に存在していたし、今このみなべ川村に存在してるしって、体と共に考えているその存在のこと言ってるんではないんです。そこで、おそらく、この質問者と同じレベルですから、我々は分からなくなってしまうわけなんですね。そこに旧約聖書の出エジプト記3:14の言葉、我は我ありというものなり、我はありてあるものなりとか、いろんな古い昔訳でね、出ていますが、我は我ありというものなりって言われたって、おそらくこれは教会の人たちも分かんないだろうと思うんですよ。そう言ったのはラマナ・マハルシみたいに下脱した方ですから、下脱していない信者たちが読んでもわからないんですね、これはね。ギリシャ語で読もうとヘブル語で読もうとね、わからないんです、おそらくは。ヨガと一緒でね。ですから、私は実在するって五畜体で書いてありますので、その私は実在するっていうのは、サッチッアーナンダのことを言ってるわけです。アイムサッ
プチッと、ああなんだ、アイムサッチダーナンダって言ってるのと一緒なんですよ。それでわからないんです。皆さん、アイムサッチダーナンダって言われても、You are サッチダーナンダって言われてもわかんないでしょ。You are 野村、You are 水田、You are 安福とか言われるとわかるでしょ。属性のことは誰でもわかるんです、多分ね。属性じゃないものはわからないんですよ。教えられてこなかったし、習ってこなかったので、習ってこないものなんです。本性っていうのは、自己の正体っていうのは。親、学校、社会で教えられてきたものは、あるいは習うことができるものは属性に関してだけなんです。本性に関しては一切触れられていないんです。だからわからないんです。突然ヨガの世界に入ってきて、本性のことを話されても何が何だかわかんないわけです。属性の世界にしか生きてきてませんのでね。考え事の世界でわかるわからないって決めてきたでしょ。わかるっていうのは考えるっていうことですから。わからないっていうのも考えるっていうことですからね。それはわかるという知性を利用して修行の仕方をわかればいいんです。修行していくと、思いを手放していくと、考え事が病んだ世界のことを体験できるわけです。ですから理解する理解しないじゃなく体験なんです。問題は狙うべきは体験だけなんですね。わかりますかわかりませんかの話ではないんですね。そこのアイアム、ゴチクタのアイアムは上のサッと一緒です。そこに書いてありますけどね、サッ、アイアムサッっていうのと一緒、私は実在するという存在なのであるっていうことですね。という心身ウコンジンプラス全八識、全八識っていう場合には八つの式って意味ですよ。全部の式って意味ですよ。仏教では五運とも言ってますね。五つの要素で構成されているこの身と心って言いますね。という心身シャリを捨てた、属性を捨てた後の唯一の覚醒式チッ、あるいは人脈で。それは至福、アーナンダそのものである。それと一体になれば、まあ、例えば雲がなくて太陽いっぱいって言うと日光を十分に浴びられるでしょ。今は太陽がいっぱいじゃなく、厚い雲に覆われて、ちょっとしか届いていけませんよね。その厚い五運ですね、心身の雲を晴らしていけば太陽がいっぱいになるわけです。チットがいっぱいになるわけです。チットといっぱいになると、まあ太陽といっぱいになると、ああ、なんて気持ちいいっていう、ああなんだ、そのものになるっていうことですね。まあそれは僕たちは体験してないんです。それのおこぼれをいただいて、今日は美味しいもの食べて、納豆できて納豆ご飯食べられて幸せだったって、野村さんなんか納豆の幸せをちょこっともらうわけですね。他の人もいろんな幸せをちょこっとずつもらうわけです。全的な幸せっていうのは下脱した人にしか体験できてないので、僕たちは誰も体験してないわけなんですね。おこぼれじゃなく全的にもらいましょうっていうのが修行ですのでね。だから修行っていうのは一人でやるんです。一人でやってもおこぼれしかもらえないから、5、6人で行きましょうって、もっともらえるかもしれないからって、分けるんだから少なくなるわけですよ。みんなで分けなきゃなかったら少なくなるんだから。一人で行ったら全部もらえるんですよ。だから一人きりにならないといけない。その全く一人きりのことをヨガスープラではカイバリアって言ったんですね。ただそれだけっていう。わかるでしょうか？それは至福アーナンダそのものであるというラマナの実体験、直接体験は、ラマナに先んじる幾多の聖賢たちによって体験漂白されてきた各自にアプティアウェアネスの本性の説明です。何と言おうとも別に構わないんですが、あれこれ言うと誤解されるので、たっあれっていう方がいいんですよ。あるいは僕がカタカナで書いているものね、もの、心や肉体のものではない、カタカナでもの、あれっていうよりほかないんですね。あれっていうのがこの純粋式のことで、これではないの、これっていうのは物的なものとか考え事とかそういうようなこと。
自己実現本性のビジョンはいつ得られるのでしょうかと。そういうサツチッアーナンダはいつ体験できるのですか、いつ得られるのかっていうのはいつ体験できるのでしょうか。自己実現、これは左の方ではね、実現はリアライゼーション、リアリゼーションで、自己はセルフ、大文字のセルフですね。リアライゼーションオブザセルフってなってますが、自己実現、あるいは本性のビジョンってありますが、ビジョンは直接見ることね。本性、直感、直感の感は観察の感です。直接見ることはいつ得られるのでしょうか。で、どうして僕自己実現の後にね、リアライゼーションオブザセルフの後に本性のビジョンって足しておいたのかっていうと、その下見るとわかりますので、見られているものである世界、世界はジャガット、サンスクリット語ではジャガットと言いますね。対象属性、皆さんが目で見ている世界、対象ね、それは属性なんですね。本性から出た属性なんですね。体と同じレベルのものですから、肉体次元のものですから、物質次元のものが取り除かれた時、見るもの自身、見るものっていうのは皆さんの方の主体者ね、見られるものは皆さんの肉体とか外の世界です。見るもの自身の本性のビジョン、ここにね、本性のビジョンって、あの答えの中に出てるんです。ドリグスワルーパはね、 DRG のドリグ、そこで切れます。スワルーパ、ダルシャナン、ドリグっていうのは見るもの、スワルーパが自身ね、ドリグスワルーパで見るもの自身のダルシャナンってありますね。 S がシャタイナっていうのはシャっていう字なので、その辺はどうでもいいですけれども、ドリグスワルーパダルシャナンで、見るもの自身の本性のビジョンっていうふうにラマナ・マハルシは答えてるんですが、これは英語で、まあ、わからないだろうっていうか、一般的じゃないので、realization of the self、自己実現。仏教で言うと悟りとかっていうふうに、そういう英訳にしてしまったんですね。でもサンスクリットに、タミルからサンスクリットに戻した人は、ドリグスワルーパ・ダルシャナムって使ってるので、その自己実現のことを僕はそのままね、マハルシが言った意味、内容を捉えて、本性のビジョンって補って訳しておいたんですね。ですから皆さんが見るもの自身、つまり皆さん自身ね、の属性じゃなく本性を見れば、それが自己実現なんですよ。ということは、外を見てても何もなんないということですね。瞑想で自分の思いという雲を晴らしていくより他、自分自身の本性って見えないわけですから。ですから瞑想はどうしたらいいかって、まあわかりますでしょ。一人でしなきゃないっていうことですね。みんなで集まったからって自分の内側見れるかって言ったらそんなことないですよ。みんなで10分の1ずつ見れば、10人あったら10分の10やねえよ、そんなことないんです。みんなが10分の1なら、全体合わせても10分の1なんですよ、瞑想の上の計算では。10分の1、10足したら10分の10じゃないんですよ。要するに不完全な人がね、10人集まったら不完全な人が10人いるっていうだけで、10分の1ずつ完全な部分持ってれば10人集まったら完全よねっていうのは、それは不完全な考え方ね。ですから悟りっていうのは、ここにサンスクリット語ではドリグスワルバダルシャナンで、ドリグ、見るものは自分っていうことです。皆さん自身っていうことです。ドリグスワルバっていうのは自分自身が、ダルシャナン、これはビジョンなんですが、ね、見ること、じゃあ何を見るのか、本性をっていうことです。皆さんの見る目は第六式です。第六式っていうのは心ですから属性です。で、それを第七、第八って潜らせていかないといけないので、それでエコー変象っていうんです。内を見るっていうわけです。眠らして中を見ていくっていうことです。外見るんじゃないんですよ。内へ内へ。ですから第六式の考え事をすることができる頭で考え事をやめて、誰がしているのか、私が。じゃあ私が何を考えているのか、記憶の蘇りよって、記憶の方に向かっていくことです。それが私の回想ですよ。野村さんや水田さんのは、まあ、まだ表面的な回想ですけども、僕が私の回想を書いた方がいいですよっていうのは、ここ、右近人からね、皆さんが肉体で体験してきたことを書いて、その背後にどういう思いがあったのかっていうのを見て、その思いはどこから出てきたのか、こういう体験記録から出てきた。その記憶を見ていくために僕は私の回想を変えた方がいいですよって言ってるんですよ。別に水田さんや野村さんだけじゃなく、安さん、岩井さん、中村さんでもね。だから書いてみた方がいいですよって言ってるんです。書いてみても
自分の記憶がどうあるか実感がどうあるかってわからないでしょ。ごく一部しか。例えばこういう体験もしたんだなって思い出しても、じゃあその時に他にもあれこれした体験とか、その時の基盤になっている記憶、実景っていうものを皆さん把握してませんでしょ。だから書いて周辺記憶をどんどん出して思い出していったらいいですよっていうんですね。それらが分厚い雲を形成しているので見えないわけですから。で、執着が少ないっていうことは、まあ透けて見えるわけですよ。ティクナタンやあれぐらいのレベルになるとね、薄いカーテン越しに全体生命のストリップショーを見てるようなもんですよ。皆さんが見てるストリップショーは、おそらくストリッパーがね、下着の上にいろんな服着て、その上にセーター着て、カーディガン羽織って、防寒コート分厚いの2、3枚着て、それから帽子かぶってって、そういうのを見てるようなもんだよ。さっぱり興奮しないじゃない、それで。興奮っていうのは僕は、アーナンダのこと言ってるんですよ。歓喜至福のこと。興奮、最大級の興奮を味わうためには、ベールを薄くしていかないといけないっていうことですね。自己の本性。マハルシは、その最大のストリップショーを17歳の時に見たんですね。僕らは長年通ってもなかなか見れないですね。だから、なるべく、命の素顔というストリップショーをね、見れるように私の体操をやって、それを払いのけていったらいいっていうことですよ。解説ご覧ください。感覚、知覚の対象である外界や自分の心身、心身、身と心、右根人プラス前波式、プラス五式、今言った通りです。という属性を完全にシャリした時、シャリした時っていうのは、瞑想中に手放してもまた出てくるっていうのは完全にシャリしたんじゃなく、一時的に手放したっていうことですよ。一時的にキャンセルしたようなもんで、それを完全に解消したわけじゃないんですね。ところが何度も何度も手放していくことによって、実家の方のエネルギーが弱体化してくるわけです。例えば、酒やめよう、タバコやめようとかね。何度も何度も悪戦苦闘して努力してやめることに成功する人たちもいますでしょ。まあ成功しない方が多いとは思いますけれども。でも成功するとしたなら、またタバコを加えたい、酒飲みたいと思っても我慢して我慢してやめていったらいつの間にかもう完全にやめられていた。そういうようなことです。この完全にシャリしたっていうのはね。時、各ユニアクティアウェアネス、覚醒式、そのものだけになる。要するに考え事が出てこない状態を覚知できる。あるいはそれと一体になれるっていうことですね。見るもの自身の本性のビジョン、現状の説明です。次のヨーガスータラを参照。1の2。ヨーガとは、私心の活動趣旨。これはチッタブリティニローラですが、考え事する心、それの活動が終始することである。1の3。完全に終始していくと、全部終始すれば私もなくなるわけですから、その虫の時、私という思いさえなくなった時、見る自分なく無我に安住、見る自分、ドゥリグスバルーパ、見ているという意識、考え事をしながら見るという自分はなくなってしまって、考え事をしなくなったジュニアプティ、覚、覚醒意識だけがあって、それと一体になる。ラマナ・マハリシみたいに。それが無我、我がない境地に安住するということである。飛びますが2の25で、仕切る無明の解消から、仕切るっていうのは私ですね。その上に出ている私です。私が仕切っているんです。仕切る無明の解消から、つまり私自身がなくなればっていうことですね。分別結合を解消し、分別結合っていうのは私という属性が外の世界とか、あるいは自分の記憶と結合していた状態。これは私の記憶だって思っていた状態が解消し、これで完結。自他不二賢者の私だけっていうのは、自他不二、自と他がないっていう意味ですね。それを見て取るっていうことは、すべては一つの命と見たもの。それが私。他と私が合一融和して一つの命しかない。そういう境地ということで、同じことを言ってるんですね。で、最後に4の34を出しておきましたけども、有意識へのそういう式、純粋な式、純粋式だけの目的が無用になったグナ発式っていうのは、もう、純粋式と合一融和する旅のためにこういう属性、体とか心があったわけですから、もう目的地につけばそういう手段、イカダみたいなものは、彼岸に渡ってしまえばいらないわけなんです。
無用になってしまったグナハッシキっていうのはこの心身です。自分の心身ね。属性のことです。の還元が完了した。属性が本性に戻ったっていうことですね。ホームに戻ったっていうことです。私だけ。無我の全自己確立し、無我、私、小さな私というものがない全自己っていうのは完全なセルフ、大文字のセルフですね。命そのものだけが確立し、ラマナ・マハルシみたいに確立し、普遍意識、すべては一つの命だ、という、そういう意識あるいは力、そのものだけがこの世界には実在している。その他のものはそこから泡のように出てくる属性、ブクブクと出てくる属性だけなんだって。ラマナ・マハルシの体験とヨーガスータラの説明は全くぴったり一致してるわけなんですね。わかるでしょうか？ちょっと難しいかもしれませんが、ここまでのところと僕たちがやっている瞑想の説明もう一度確認しますと、安定した楽な座法で、で、息に集中する。で、息に集中しても、外の世界が気にならなくても考え事は出てきます。どこから記憶が蘇って。考え事をしている自分が考え事をやめて、記憶の方に、これはどこから出てきたんだろうと、記憶の方に向かっていくこと、そこがアートマビチャラ、あるいはアーナーパーナサティの体に気づき、感覚、感情世界に気づき、思考に気づき、思考のもとになっている記憶に気づきって、そういう粗雑から精妙への旅なんですね。ラマナ・マハルシの体験した境地へ近づいていく方法として、アーナーパーナサティとか、ヨーガスータラ、に示されている瞑想法とかが全く整合性が取れてるってお分かりでしょうか？ここまでで何かご質問ありますか？見るものと見られるものっていう考えね、いつでも持ってください。見ているものは自分。自分が何を見ているんだろう。自分の考え事を見たら考え事が見られるものですよ。見ている方は皆さんの気づき意識ですよ。考え事が考え事を見てるんじゃないんですよ。皆さんがしている考え事を見るのは考えているという気づいている意識ですよ。わかるでしょうか？で、手放すと考えが切れちゃうと、風船持ってて風船の糸切れると風船はどっかに飛んでいきますが、皆さんの手元には切れた糸残ってますね。あるいは掴んでいる手がありますね。糸切れなくても掴んでいる手、それ離してごらんなさい。糸と風船飛んでいくでしょ？それが考え事です。皆さんが掴んでる限り考え事は皆さんと一緒にあるでしょ？考え事、風船手放せば一つ飛んでいって皆さんの手には掴むことも離すこともできる手が残るでしょ？それが気づき意識です。意識。一つだけじゃないんですね。数えきれないんですよ。数えきれない。風船という考え事があるもんですからね。全部手放したらいいですよっていうの。